肩こり。肩こりの原因は様々ありますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。姿勢の悪さ、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、背中が丸くなってしまうことがあります。そのため、首や肩に負担がかかり、肩こりを引き起こすことがあります。筋肉の緊張、ストレスや過剰な運動などにより、肩周りの筋肉が緊張し、血流が悪くなることで肩こりを引き起こすことがあります。冷え、寒い場所での長時間の作業や、冷房などで体温が下がることで、肩周りの筋肉が収縮し、肩こりを引き起こすことがあります。肩こりを軽減するためには、以下のような対策が効果的です。正しい姿勢を保つ、デスクワークやスマートフォンの使用時には、背筋を伸ばして正しい姿勢を保つようにしましょう。運動をする。肩周りの筋肉を鍛えることで、筋肉の緊張を解消することができます。また、ストレッチやヨガなどの柔軟性を高める運動も効果的です。温める。シャワーで肩周りを温める。湿布を貼る。温かいお風呂に入るなど、肩周りを温めることで血流が良くなり、肩こりを軽減することができます。マッサージを受ける。プロのマッサージ師によるマッサージを受けることで、筋肉の緊張を解消することができます。ストレスを減らす。ストレスを感じた場合は、リラックスするための方法を探しましょう。音楽を聴く、散歩する、瞑想するなど、自分に合った方法でストレスを減らすことが肩こりの予防につながります。肩こりはいつ頃から？肩こりは個人によって異なるため、一概にいつからとは言えません。しかし、以下のような要因が関与することが多いです。姿勢の悪化、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、姿勢が悪くなる状況が続くと、肩こりの症状が現れることがあります。これは、首や肩に負担がかかり、筋肉が緊張してしまうためです。ストレス、日常生活や仕事におけるストレスは、筋肉の緊張を引き起こし、肩こりを引き起こす可能性があります。ストレスが長期間続くと、肩こりが慢性化することもあります。運動不足、適度な運動やストレッチを行わないことで、肩周りの筋肉が弱まり、血行不良や筋肉の緊張が生じることがあります。クワトシ、年齢とともに筋肉や関節の柔軟性が低下するため、肩こりの発生率が高くなることがあります。肩こりの症状が具体的に現れる時期は個人によって異なりますが、一般的には成人期以降に多く見られます。特に、長時間のデスクワークやストレスが多い仕事をしている人や、姿勢が悪い人は、早い時期から肩こりを経験することがあります。重要なのは、
肩こりが長期間続く場合や痛みが強い場合は、医師や専門家に相談することです。適切な治療や対策を受けることで、肩こりの症状を軽減することができます。また、予防のためには適度な運動やストレッチ、姿勢の改善、ストレス管理などを心がけることが重要です。